こんにちは。残念です、山太郎さん落選して。私はね、もう山太郎さんが奇跡の勝利をね、掴むことばかりを見ていましたけどもね。まあでもね、こういう結果が出たんで、特にズルがあったとかなんとかっていうことはありません。多くの東京都民が、結局は小池さんが、そうは言っても小池さんがいいよっていうふうに評価したんだと思います。例えばね、公約が一つも守られてもいなくても、で、弱者にね、これほどひどい仕打ちをしたとしても、長年積み上げた東京都の財政を空っぽにしたとしても、これからコロナ対応に対してもめちゃくちゃで、東京アラート何だったんだみたいなね、こんなめちゃくちゃなことをして、さらに国民を痛めつけても、都民を痛めつけても、それでも小池さんがいいですっていうわけですから、もうしょうがないですね。だってシンプルに考えて、山太郎さんとか現金給付をね、10万円しますよとかね、企業の損失を補填しますよって言うから、美味しいことをやっぱ並べてくれるわけなんですよね。いや、それでも苦痛を軽減させてくれた小池さんの方がいいって言うんだったら、もうこれしょうがないわけですよ。で、ビジネスにもこれちょっとね、なんか同じようなことが言えて、結局ね、儲からなくって、時間がなくって、忙しくて疲れる、そういう人生を結局は多くの人は選んでるんですよね。確かにネットビジネスなり、YouTube なり、一攫千金みたいな部分はあります。でもそれに対してやっぱりやることってものすごく地道でコツコツなんですよね。でもこの地道でコツコツってものを、いや、今までの労働に捧げるのか、それとも新しい時代の効率の良いビジネスっていうものにつなげるのか、どっちに傾けますかってことで、今まで通りのことを結局人は選択してしまうんですよね。というふうな形でね、一部にはもう突飛なこととかね、今までの常識にとられない動きをする人、普通じゃなくていいっていう人がいる中で、やっぱり大多数の人は普通の人なんで、結局結論としてね、いろいろ言うんだけども、結論としては普通を選ぶんですよね。で、今回ね、インターネットの中で見える部分ですよ、私から見える部分の中では、とにかく YouTube 開ければ半分以上が山本太郎さん絡みの動画ばっかりです。小池さんの動画は全く出ないです。で、まあ直近の1週間見ても、ほとんどは山本太郎さんが1人に10万円みたいなことをね、言ってるのをテレビでも地上波でも見ました。これほど露出が多い中で、結局選ぶのは小池さんだったということなんですよね。まあこれがだから東京都の意思なんでしょうね。そしてもうちょっと掘り下げて言えば、東京ってのは外部から来た人が、まあ、8割とも言われてるんですよ。地方出身者が8割が東京に集まって、東京という街を作ってます。本当にね、生粋の東京生まれ東京育ちっていうのは、下町のどっかのね、お坊ちゃんぐらいしかいないと思いますけども、分かりませんけどもね、最近引っ越してきたって方ばっかりだと思うんですよ。で、生まれは例えば横浜とか神奈川だけども東京で住んでますよとかね、で、生まれは北海道や九州だけど今東京に住んでもう10年になりますよみたいな方いると思いますけども、でもほとんどはやっぱりね、よそから来た方なんですよね。よそから来たって言い方もちょっと適当じゃないかもしれませんけども、東京ってのは日本最大の移民の町とも言えますね。北海道の山奥って移民の町じゃないと思うんですよ。私の町もね、福山市ですら移民の町ですからね。そう考えていくと、大都市ほど移民の町なんだと私は思うんですよね。ですから日本全国の総意だとも言えるんですよ。日本全国の総意としては、今のままがいいよと。今のままだと、現状維持だと悪くなるっていうのも込みで、今のままでいいよということなんですよね。で、かたやね、ワンクリックで100万ですみたいなビジネスのキャッチコピーありますよね。ああいうのにも胸躍るんですよね、きっと。だからテレビのワイドショーに出たりするんだと思うんですよ。でも本当は逆でですね、そんな一瞬で何かが打開できることはないよと、いうことが本当であり、そして今までと同じことでは、今までと同じ結果しか出ない。要するに、堀江貴文さんの言葉を借りれば、このままではこのままだということなんですよ。これ本当にその通りで、このままだとこのままですよ。東京都政もそうだし、それからね、あなたの暮らしもこのままだとこのままです。それでは次回はですね、空飛ぶタイヤで行ってみましょうか。失礼します。